曲の気づき、セミナーレジュメをちょっと紐解いてみたいと思いますが、次はですね、世の旦那たちをやる気にさせる方法とは、まあ、先ほどの流れもちょっと組んでますね。奥様のご世の中の、ね、奥様方にね、ぜひとも知っていただきたいんですけどね、結局男をちょっとちゃんと働いてもらわなきませんやんか、ね、だけどもう、どうしたらもう彼がやる気になるかの、もうね、結局答えは一つなんですよ。我々、男たちは、奥様から褒められたい、それだけ、あなたから褒められたいのよという歌をちょっと歌いたいと思いますね。まいります。褒められたい。俺は褒められたい、きっと褒められたい、多分褒められたい、もっと褒められたい、今日も褒められたい、明日も褒められたい、仕事褒められたい、家で褒められたい。男がなんでそんなに頑張るのか、男も頑張らせるには何が来るのか、できたら聞いてください、どの音楽様、その理由は簡単一つ、だって褒められた、やって褒められた、故に褒められた、君に褒められた、たたたた、あなた今日はお給料日ね、毎月毎月本当にお疲れ様、一生懸命働いてくださるおかげで私たち家族は本当に幸せよ。パパ、明日もお休みでしょ。久しぶりにキャッチボール一緒にやってくれるよね。マジで、やったー。お兄ちゃんばっかりずるい。私だってお絵描き上手になったのよ。フリフリがついた可愛いドレスのお姫様描けるようになったんだから、ほら見て、うわーい、パパ大好き、大きくなったらパパ結婚する。さあさあみんな、その辺にしてパパと一緒に、そうそう、ご飯にしましょう。あれ、どうしてパパだけおかずが一品多いの？それはね、パパは我が家の大黒柱だからよ。パパがいつも頑張ってお仕事してくれてるから、みんなこうしてご飯が食べれるのよ。だからおかずが一品多くて当たり前なの。そうか、そうだ、いただきますな、前にみんなでパパにありがとうって言ってみようか。言う言う言う、パパにありがとうって言う。いいわね、いいわよ、せーの、パパありがとう。ほら、なんでそんな、男がなんでそんなに頑張るのか、男も頑張らせるには何が来るのか、何なの、できたら聞いてください、世の僕の奥様、その理由はやっぱり一つ、だって褒められたい、よって褒められたい、故に褒められたい、君に褒められたい、たたたたい。さあ、それではこの歌の毎回恒例になっております、会場に、ジョーが飛び込んでいって、女性に褒められたいんですという思いを、この会場にいる男性がみんなで伝えるっていうコーナーをしたいと思います。さあ、それでは、すいません、ちょっとご起立お願いいたします。これから、皆さん、男性の皆さんお立ちください、はい。この彼女に、男たちがあなたから褒められたいんですっていう思いを、伝えたいと思います。すいません、本当は一言指させなかったんですけど、ここだけ指させていただきます。ちょっとこんな感じでやりますね、皆さん見といてくださいね。君に褒められた、はい、黙って指出しましょう、指出しましょう、はい、はい、彼女を囲みましょう、はい、もうちょっと、はい、いいですか、いいですか、いいですか、いきますよ、用意はいいですか、ね、皆さんこの方に褒められたいんです、我々は、いいですか、せーの、君に褒められた、それではですね、あ、すいません、よろしくお願いします、はい、それではこの方、すいません、
サンドさんですか。あいいよ。じゃあ、みんなでやりたいと、はい、指出してください。はい、いきますよ。彼女に行きますよ。せーの、君に褒められた。はい、じゃあもうね、彼女たちにもう我々が褒められたいんだと、皆さんに褒められないと私たちはもう本当この世の中のためになれないんだという気持ちでやりたいと思います。それでは指出してください。これが最後です。いいですか。またこの2人いきますよ。